思います。では早速ですが、皆様の右側、東京の表玄関、東京駅丸の内駅舎が見えてまいりました。大正3年に開かれたこの東京駅、開業当時の姿で2012年に新たな東京駅としてリニューアルオープンを迎えております。そしてその後、駅前広場もリニューアルを迎えまして、このような綺麗な景色へと変わっております。東京駅を線に入ってまいりました。こちらの通りは行幸通りと申します。この行幸通り、道幅は約73メートル、パリのシャンゼリゼ通りとほぼ同じ幅なんだそうです。行幸通りは皇居と東京駅とを一直線に結んでおりますが、ここから先、正面の信号を過ぎてまいりますと、ようやくビルの陰から日向へと進んでまいります。またちょうどこちらの信号を境にいたしまして、正面のイチョウはもういち早く紅葉が始まっております。秋らしい景色も眺めていただけますのでね、至る所に秋を発見していただきたいと思います。天気が良かったのがなんと8週間ぶりだったということでございまして、多くの方がお出かけになられていたようです。では正面こちらからイチョウ並木下を通過してまいります。場所によって枝が下がっておりますので、十分お気をつけくださいませ。そしてこのイチョウの葉、場所によっては黄金色に輝き、紅葉シーズンを迎えておりますけれども、よーくこの木ご覧いただくと、木によって銀杏がたくさん実っているんです。それもやはり秋らしい風景の一つですね。今日はのんびりこちらイチョウ並木の下を通過してきましたので、落ちてくることはなさそうですが、はい、この時期になるとバスが通った時の風圧で葉っぱが揺れて、銀杏がポタポタとバスの中に落ちてくることもございます。さあ、向きが変わりまして、江戸城の史跡も多く残されております。左側、白壁二重の櫓、こちらが辰巳櫓です。江戸城の鬼門に位置することから、このようなですね、櫓が設けられました。武器庫としても利用されていたんだそうです。右側の建物はパレスホテルでございます。皇居の目の前に位置するこのホテル、もともとは国営国有ホテル帝都として開業を迎えました。後にパレスホテルとして名が改められましたけれども、ここは日本で初めてオフィスビルと一体型となったホテルとしてオープンを迎えた場所なんです。皇居の目の前というね、大変条件の素晴らしい場所でございますから、景色も大変素晴らしい場所でありますし、海外のお客様も多く利用されるホテルでございます。さあ、ここから先は丸の内から大手町へとビジネス街をたどって進んでまいりますが、その一角、左側に門が見えてまいりました。今日は残念ながら門は閉ざされておりますけれども、大手門です。江戸城の正門として使用されたこの門は、現在は皇居東御苑への入り口の一つとして使用されています。大手門の前に広がる町ということから、こちらが大手町。大手町のビジネス街は現在住民登録を置いている方12名しかいないということでございまして、人口がとっても少ない町なんです。右側、白い建物は東京消防庁でございます。さあ、このように大手町周辺の景色を眺めていただいておりますけれども、こちら右側の灰色の低い建物、はい、こちらが気象庁として利用されてきた建物です。この気象庁、虎ノ門へ移転ということでございまして、虎ノ門に新しい庁舎が完成をいたしました。またこちらの中にございました気象資料館、こちらもともに虎ノ門へと移転をいたしまして、面積を広げてですね、より分かりやすくこの資料館ご見学をいただけるようになったんだそうです。まあ、気象観測などでもおなじみの気象庁ということでございますけれども、今日も皆様お出かけ前に天気予報はご覧になられましたでしょうか。
この気象庁から発表されるものの一つといたしまして、有名なものといえば桜の開花宣言というものでございます。東京は靖国神社に標準木がありまして、そこで花が5輪ほど開きますと東京の開花、桜の開花宣言が発表されてまいります。右側の大きな建物、こちらは丸紅の企業ビルでございますが、老朽化のため建て替えが行われ、今年度中にはオープンを迎える予定です。左側、木の橋が架けられておりますが平川橋、奥が平川門です。ここは別名不浄門と呼ばれた門であり、大奥へと通じる門ということから女性方が利用されていたほか、江戸城内で亡くなった方や事件を起こした方が江戸城から外へと運び出される際にも利用されていたそうです。こちらで渡ってまいります橋が竹橋と申します。ここ竹橋は古く竹で編んだ橋が架けられていたことからこのような名前が付けられました。右側には東京国立近代美術館、そのお隣には国立公文書館がございます。代わって左側、石垣がぐーっと高くなってまいりましたが、その一角にご覧いただけます門は北羽橋門です。江戸城本丸、天守閣のある場所ですね、そちらへと直接通じる門であったことから橋を跳ね上げて利用していたんだそうです。江戸時代には警備が大変厳しく行われていた場所でございます。そしてそのまま引き続き左側ご覧いただきますと、こちらは門が開いてますので中を少しだけ覗いていただけます。乾門でございます。奥に通じる通りは乾通り、一般公開が行われることで有名になりました。右側、レンガ造りの建物は旧近衛師団司令部が置かれていた場所、以前は工芸館として使用されていた建物ですが、工芸館は石川県金沢市へと移転となりました。さあ、こちらから通っております通りは大官庁通りと申しまして、ぐーっと道幅が狭くなってまいりました。この辺りも歩道部分の舗装工事を終えて、よりゆっくりと散策いただける場所になったわけです。両側ずっと並木が続いておりますが、こちら全て桜でございます。場所によっては枝が大きく皆様の頭上近くへと伸びておりますけれども、春は桜のトンネルとして人気を呼んでおります。またこの桜並木、日本各所で見られる桜並木はソメイヨシノの並木が圧倒的に多いんですが、実は今通ってきたこの通りは山桜や大島桜が中心となって並木を形成しているんです。山桜の並木というのは特に日本でも珍しいと言われております。さあ、この辺りから右側奥にかけて一帯が千鳥ヶ淵でございまして、奥には水上公園、また千鳥ヶ淵に沿って緑道が設けられております。昇降社という名前で開かれました。国が安らかで平和になるように、そんな願いを込めて改められ靖国神社という名前になったわけです。さあ、こちらから今度右側です、歩道の奥、石塀が続いておりますが、この先から建物が見えてまいります。イギリスの国旗が掲げられておりますので一緒にご覧ください。こちら右側です。イギリス大使館でございます。さあ、このイギリス大使館、このように独立した大きな、ね、あの施設がございますけれども、このように独立した大使館というのは意外に珍しいものでございまして、千代田区というよりもお隣港区の方にですね、大使館がたくさん集まっているんです。特にあの飯倉周辺が有名でございますけれども、他にはロシア大使館とかアメリカ大使館とか、この辺りが独立した大きな施設、ほとんどは実はビルの一角に入ってしまっていることが多くて、知らない間に大使館の前を通り過ぎているなんていうことも多いんだそうです。ミシンをモチーフにして作られた建物なんです。ミシンをちょうど横から見たような感じですね。そして代わって左側奥をご覧いただきますと、半蔵門がご覧いただけます。現在この半蔵門は御所へと通じるということから警備が厳しく行われているんです。もともと甲州街道の起点に当たっていた御門であり、江戸城の裏側に位置していたところです。右側の建物はあぜくら造りをもして作られました国立劇場でございます。能や歌舞伎など日本の古典芸能を鑑賞いただけます。お
隣、石造りの建物は最高裁判所です。茨城県の稲田石を用いてこの作られた建物、右奥の階段は以前テレビなどでよく映し出されたことでも有名になりました。勝訴とか敗訴という紙をパーッとこう掲げる階段としてね、有名となりましたけれども、実際に最高裁判所もご予約をいただくと内部ご見学をいただくことができるんだそうです。さあ、そしてこの辺り、今日は少し、ね、風が穏やかのようで、水面にはお堀端の木々が映り込む美しい景色が眺めていただけます。この左側のお堀は桜田堀と申しまして、皇居のお堀の中で最も景色が美しいと言われているんです。他のお堀と何が違うのかというのが、緑がまず多いということが特徴なんです。先ほどまでは石垣が全体的に形成されておりましたが、ここは芝土手の上に石垣が少し組まれている程度で、全体的に緑が多いというのが特徴なんです。江戸城築城の際に京都の方角に面していることということから、天皇に失礼のないようにここだけは石垣を低くしましょうと、このような芝土手を全体的に築いたことが始まりだそうでございます。まあ、そのためこの水位が低いということと、周りのお堀ですね、この土手の低さ、そして対照的に向こう側の芝土手、緑が多くご覧いただける、こちらの調和が大変素晴らしいということでね、こちらが皇居一美しいお堀とも言われております。そしてなんだか合成写真のように、このお堀の奥には高層ビル、現在の東京の景色が広がっておりますが、あちらは出発してまいりました丸の内のビル群でございます。ではここから大きく向きを変えてまいりまして、政治の舞台へと向かってまいりましょう。ぐーっと向きを変えて正面です。ちょっと太陽が眩しいかもしれませんが、国会議事堂が見えてまいりました。17年の歳月をかけて昭和11年に完成したこの国会議事堂ですが、本日臨時国会召集ということでございまして、お昼ぐらいには天皇陛下もこちら国会議事堂へとおいでになられていたようです。旗も大々的に掲げられておりまして、普段とはちょっと違った雰囲気の国会議事堂がご覧いただけます。総理大臣が変わりまして、菅総理へと変わりましてからの国会召集ということでございますからね、今大変注目をされているところです。さあ、その国会議事堂、17年の歳月をかけて作られたということでございますけれども、当時の技術、そして建築用材、すべて最高のものを取り入れて、ほぼ国産品で作られたというのも大きな特徴です。また平日には一般の方への公開も行っておりまして、1時間ほどで内部ご見学をしていただくことができるようになっています。今だいたいどれぐらいの高さで景色を眺めていただいているかというと、ちょうどこの先左側、はい、ご覧いただいておりますと、歩行者用信号があるんですね。真横にこんな形でご覧いただけます。ということは皆様、この歩行者用信号と同じ高さで東京の景色を眺めていただいているわけです。さあ、ぐーっと下っておりますが、こちら潮見坂といいまして、江戸時代に入ってすぐの頃まではもう正面一帯江戸の海が張り込んでいた場所でございました。潮の満ち引きを望むことができたんだそうです。右側は財務省、右前方は経済産業省でございます。そして左側が外務省、右側が農林水産省でございます。ここ霞ヶ関は平日にはこのようにね、歩いている方々多く見受けられますけれども、土日に訪れるとガラッと静かな街に変わってまいります。まあ、今ちょうどお昼休憩終わった時間帯なので、それでも人の数は少ないですけれども、平日と休日とではね、やはり街の雰囲気も大きく変わってまいります。平日だからこそ楽しんでいただける霞ヶ関の過ごし方、これはです。特にこの農林水産省の食堂は人気だそうでございまして、一般の方も多く利用されているそうでございます。左側が総務省、
右側が裁判所合同庁舎でございます。そして左前の建物が警視庁です。刑事ドラマでもおなじみの建物でございます。右側レンガ造りの建物が法務省旧本館、ドイツの建築家によって作られた建物であり、重要文化財の指定を受けております。そして正面にご覧いただけます門は桜田門、井伊直弼が門前で暗殺された桜田門外の変という事件で有名になりました。ではここから皆様ぐーっと後ろ振り返っていただいて、こちら側から見る警視庁いかがでしょう。こっちから見ていただく方がテレビでよく映る角度などでね、有名かなと思います。桜田門から映している警視庁がよく刑事ドラマやニュースなどで紹介される姿でございますのでね、またぜひテレビなどで見かけましたら、あ、この角度から見たなと思い出していただきたいと思います。さあ、お堀沿いへと戻ってまいりましたけれども、まだまだこの先、今度は銀座方面へと向かってまいりますのでね、また後ほどこの皇居へは戻ってまいりたいと思います。最近では街中でもあのレンタルの自転車っていうのがいろんなところに設置されているので、そのままこちらにお出かけいただいて、天気のいい日にはとってもすがすがしい空気のもとお出かけいただくことができます。右側は日比谷公園です。萩毛利家のお屋敷が置かれていた場所でしたが、1903年に日本で最初の西洋式庭園としてオープンを迎えております。中には日比谷公会堂や野外音楽堂といった施設がございます。右側の大きな建物、高い建物が2018年開業を迎えました東京ミッドタウン日比谷という複合施設でございます。そして左側です。灰色の低い建物と高い建物一体化となりました。ビルの横には第一生命としっかりと記されております。こちら第一生命 DN タワー21と申しまして、ここはマッカーサーの執務室が設けられた場所でございます。そしてこちらから今度は左側、茶色の建物、キャラメル色の建物が香港から進出してまいりました高級ホテルペニンシュラ東京です。ここお食事どころもね、すごく人気を呼んでおりますが、地下にありますパッツリーも大変人気でございまして、マンゴープリンなど、はい、美味しいです。ぜひあの甘いものがお好きな方はお立ち寄りいただきたいと思います。そしてこちらでガード下通過してまいります。これもやはりオープンバスならではの眺めです。裏側からご覧いただきます。さあ、ガードをくぐりまして、皆様の右前方、ガラスがちょっとギザギザっとしたデザインになっている建物、東急プラザ銀座はこの外装部分、江戸切子をモチーフにしてデザインされました。そしてさらに右前のガラス張りの建物、ビルの上まで見上げると馬上姿の騎士の姿がご覧いただけます。エルメスの看板でございまして、旗はエルメスの新作のスカーフを展示しているんだそうです。そして正面が銀座の中心4丁目、この4丁目の景色はテレビなどでもおなじみのところです。その中でも銀座のシンボルとして親しまれてまいりましたのが、こちらから左側、和光でございます。どうぞ上をぐーっと見上げてご覧ください。和光時計塔がご覧いただけました。そしてお隣はアンパンで有名な木村屋さん、お食事取られてるんですかね、3階部分、はい、気づいてくれますかね、なんででしょうかね。はい、そして入ってまいりました、こちら銀座通りは銀座のメイン通りとなっているところ、1丁目から8丁目まで一直線に通じております。この銀座通りは毎週土曜日曜歩行者天国が開催されています。そして右側は老舗百貨店の一つ松屋銀座、はい、そしてこの銀座2丁目の交差点は特にご注目いただくと、銀座のどの交差点よりも高級ブランド店が角を占めているという、四つ角すべてが高級ブランド店なんですね。左側がシャネルとカルティエ、右側にルイ・ヴィトンとブルガリという四つ角すべてが高級ブランド店が入っていると、実は珍しい、はい、銀座の風景でございます。
まあ、そこから海外のものが、まあ、舶来品ですね、日本に来られまして、この辺りで販売を始めたのが、この銀座通りのこういった高級ブランドなどが立ち並ぶ由来となったわけでございます。まあ、時代とともに街並みはもちろん大きく変わっております。かつてはここ路面電車が通っていたり、またガス灯が灯り、柳の木も植えられていたというのがこの銀座の風景ですが、現在は柳もなくなり、そしてガス灯から街灯へと生まれ変わっております。それでも銀座で変わらないものといえば、銀座に訪れるお客様の心、銀座にお出かけいただくにはやっぱりちょっとおしゃれをして出かけようかなと思うその気持ちは古くから変わらないんだそうです。そしてこの銀座、たくさんの建物が軒を連ねておりますけれども、全てのビルではもちろんありませんが、この銀座の街のビル、屋上を利用いたしまして、今養蜂蜜蜂育ててるんですね。でこの屋上で採れた蜂蜜を銀座の蜂蜜という名前で、あの松屋銀座などでも販売してますし、またこの銀座の飲食店でその蜂蜜を使ったお食事など提供しているんです。なかなかこういったおしゃれな街で採れたネトシンブの蜂蜜っていうのは味わう機会も少ないと思いますのでね、またぜひ興味がありましたらいらしてみてください。さあこちらで銀座とはお別れとなりますが、ぜひ右側ご注目いただきたいと思います。ちょっと石の柱のようなものが立ってるんですが、こちらの右側ですね、かつての京橋の親柱、お隣にガス灯が一つ残されています。これが、はい、かつてのこの周辺の景色であったところ、今通ってきた場所にはかつて京橋という橋が架けられていたんです。時代とともにその風景はなくなってしまいましたが、江戸日本橋を出発する際に京都へと向かう際、一番最初の橋が架けられていたことから、京都の京の字を取って京橋と付けられたそうです。ではこちらで向きを変えまして、皆様に再度お願いがございます。これからガード下もう一度くぐってまいりますが、今度くぐっていきますガードは制限高が設けられているんです。高さ制限 3.8 メートル。このバスの正面の屋根の高さが約 3.8 メートルとギリギリのところを通過いたします。ですので決して手を伸ばしたり、お座席からは立ち上がらないようお願いをいたします。頭上スレスレですからね、もしよかったら間近に見上げていただきまして通過してまいりましょう。ではこちら通過してまいります。十分お気をつけください。ではギリギリの部分を通過してまいりました。無事皆様通過していただきました。ところで丸の内側、現在のオフィス街が形成されております。右側レンガ造りの建物、三菱1号館、現在美術館として使用されている建物です。丸の内周辺に初めてオフィスビルとして開かれた建物でございましたが、100年の歳月を超えて復元されました。この丸の内といえば、現在は東京を代表するビジネス街として大きく発展を遂げてまいりましたけれども、今左側で清掃作業ですかね、行ってますね。上にゴンドラが宙吊りになってます。さあその丸の内でございますけれども、明治に入ってからあの岩崎家によってこの周辺の開発が進められていきまして、オフィス街の元が形成されることとなったわけです。ご注目いただきたいと思います。ではこちらから昼の影より日向へと戻ってまいりました。ポカポカと暖かい日差しの下、こちらが皇居前広場と呼ばれております。芝生とそして松の木が点在する美しい風景が特徴です。今日のような気候の時には松の木の下にシートを引いたり、お休みになられている方も見受けられます。正面には皇居を代表する名所二重橋が架けられています。まず正面に白壁の二重の櫓、少し高台のところにご覧いただけますが、京都伏見城からこちらへと移されました伏見櫓でございます。この櫓というもの、当時の姿を残す建造物であり、かつてはたくさんあったそうなんですけれども、現在は3つしか残されていないんです。
時などですね、限定で渡っていただくことのできる特別な橋でございます。ではバスは右に曲がってまいりますので、左側の窓越し奥をご覧いただくと二重橋がご覧いただけます。皇居観光に訪れると、あの二重橋をバックにお写真撮るというおなじみのスポットでもございます。そしてこちらから、右側には丸の内のビジネス街、左側には現在の皇居、かつての江戸城の風景が広がります。ここは道路を一本挟んで、右側と左側すごく対照的な景色が広がるところなんです。これこそ現在の東京と江戸という時代を見比べていただくことのできる場所でもございます。ちなみに今は高い建物が皇居の周辺もどんどん増えてしまっているので、皇居だけの景色っていうのを撮れるところがすごく少ないんですね。で、特にこの辺りのすぐもう真横、左側をご覧いただくと、後ろ側にほとんど背景にですね、高層ビルが入ることなく、まあ、かつて江戸と言われていた時代の景色を眺めていただくことのできるスポットです。まあ、皇居でございますけれども、かつて江戸城と言われていたその時代、江戸城はもっともっと大きなお城であったところでございまして、今日は本当にその一部を史跡としてたどっていただくような、ね、形でございました。まあ、総構えと言われていた一番外側の境にあたる場所は、なんと一周ぐるっと回ると10キロあったっていうふうに言われているんです。まあ、日本一大きなお城と言われたのが江戸城でございます。変わって右奥には東京の表玄関、東京駅が行幸通りを通してご覧いただけます。東京駅も日中ご覧いただく風景と、夜ライトアップが行われている風景とではガラッと雰囲気が変わってまいります。さあ、左側噴水が上がっておりますが、和田倉噴水公園です。さあ、正面東京駅が再び見えてまいりましたけれども、大正3年に開業を迎えた東京駅、後に戦災で半焼してしまって3階建てから2階建てへと姿が変わり、長い間2階建てだった東京駅も大正時代創業当時の姿に戻しましょうということで改修工事が行われ、2012年に現在の姿が完成いたしました。東京駅は端から端まで335メートルあるそうで、横に大変長い駅なんです。そして大正3年の開業から翌年には、この駅、丸の内駅舎の中に東京ステーションホテルという老舗ホテルがオープンを迎えております。所属することができないんだそうです。左前の赤茶色の建物は東京海上日動ビルでございまして、この周辺で初めて31メーター制限というのを突破した高層ビルでございます。この周辺はもともと31メートルの高さ制限が、ね、かけられていたというお話を先ほどいたしましたけれども、それを初めて突破したビルというのが先ほどの東京海上日動ビルでございます。ちょっとこちらは今太陽がね、眩しい角度になってまいりましたけれども、今度はこちら側から左側、はい、先ほど一度信号で止まっていたんですが、こちらから改めて左側の建物が明治安田生命館です。昭和9年の竣工でございまして、重要文化財の指定を受けております。昭和期に建てられた建物の中で初めて文化財の指定を受けたのが実は明治安田生命館、現在も平日は企業ビルとして使用されている、まだまだ現役の建物です。さあ、こちらで皇居の景色とはお別れとなります。左側の建物は帝国劇場でございます。角に看板がついてます。上にもしっかり帝国劇場と角の部分に、ね、看板がついておりまして、劇場入り口を通過でございます。お隣には出光美術館もあります。さあ、丸の内のオフィス街へと戻ってまいりましたが、こちらでぜひ左右覗いてみてください。ここ左右交差している細い通りは丸の内中通りと申します。オフィス街でありながらも一歩裏手に入るとおしゃれな景色が広がるんです。ベンチが出ていたり、
キッチンカーが登場したりということで、そろそろね撤収の時間帯になってまいりましたでしょうか。午後3時から歩行者天国がまた解除となりますのでね、車も通り始めてまいります。お休みの日には午後5時まで歩行者天国が行われておりますので、ゆっくりと散策していただくことができるんです。丸の内周辺はオフィス街でありながらも、現在ではこのような観光地としても注目をされており、土日お休みの日には多くの方も訪れます。名向きが変わりまして、右側こちらの建物は東京国際フォーラムです。新宿に移転する前にはここに都庁がございました。現在はイベントホールとして使用されておりまして、ミュージカルやコンサートなど様々なイベントが催されてまいりました。またこの建物の一角には人気を呼んでおります美術館、相田光雄美術館もございます。さあ、そして実はこの東京国際フォーラムの敷地内には、あの江戸城を築城したという太田道館の像なども飾られておりますので、まあ、歴史にご興味のある方は一度広場の方へと足を運んでいただくのもよろしいかと思います。さあ、そして皇居前で見ていただいた空とは対照的に、両側からビルが迫ってくるような景色がまっすぐ、ね、正面の方に続いております。さあ、では皆様ご乗車大変お疲れ様でございました。まもなく出発地三菱ビル前へと到着でございます。ちなみにこの左側の三菱1号館の奥のところ、まあ、ブリックスクエアという商業施設になっているんですが、その一角はあのエシレバターの専門店が入っていて、よく皆さん行列を作ってます。あのバターをふんだんに使ったクロワッサンとかフィナンシェ、マドレーヌですね、焼き菓子なども人気だそうですが、バターケーキも人気があるということなので、結構この周辺歩いてる方見ると、エシレバターのあの青い紙袋を下げてらっしゃる方が多くいらっしゃいますのでね、ご興味ありましたら立ち寄ってみてください。では三菱ビル前到着となりますが、どうぞ忘れ物なさいませんようにお気をつけくださいませ。また階段一段一段高くなっておりますので、お足元にも十分お気をつけくださいませ。秋風が爽やかなもとドライブを楽しみいただきました。またぜひまたのご利用を心よりお待ち申し上げております。ではこの後も引き続き東京観光をお楽しみくださいませ。本日は日の丸自動車のスカイバス東京、ご乗車いただきまして誠にありがとうございました。